おはようございます。タメドリフォルテです。前回いつ出したかわからないけどハノンが出てたと思います。その時と全く同じファッション。なぜならフォルテタメドリだからです。次16、17、18番をねやっていきたいなと思いますよ。今宵も寒いです。寒すぎて手がありのーってなりそうですね。アナ雪王女、王子か忘れたけど、アナちゃん雪ちゃんやったっけ。アナちゃん雪ちゃんのね映画が今最近公開されたっていうことでね、寒くなりましたね。それでは元気にやっていきましょう。16番ドミレミラソファソ、分かれてますね。上がる系、下る系、上げぽよ系。はいはい、それでは下り、ソレミレシドレド、こうなってますね。こうなってますね。ドミレミラソファソ、分けていきましょう。こういうこと。いきますよ、せーの、3。はい。ドミレミラソファソレファミファシラソラミソファソドシラシファラソラレのシドソシラシミレのレラのシドファミリミシレのレドファミファレファミファランラン。ごめんなさい。下る。ランラン。フォルテ。みんなも頑張ろう。どうですか皆さん、ちゃんとついてこれました？この練習はものすごく大事です。この動きで弾くっていうね、この一つの動きで弾く、全部つながってます。この練習法の基礎形なので、ぜひともしっかり僕のこの今の16番は大事なことを言ったので、何回も一緒にやりましょう。では17番をやっていきたいなと思いますよ。17と聞いたら何を思いますか？誕生日の方もいらっしゃると思います。17日のその方はおめでとうございますよ。今日は花の番号ですので誕生日とは関係ないですが、進めていきましょう。ですが17日の方おめでとうございますよ。僕もたくさんの方にこの前誕生日祝ってもらって嬉しかったので、今回唐突に祝わせていただきました。ハッピーバースデー。はい、行きましょう。17番、よし。ドミラソシラソラ、これもさっきと似たような感じですね。それではドミラソシラソラ、ちょっと早く行きましょう。ワンダス。ドミラソシラソラ、左手がちょっとやりにくいですね。皆さん左手気をつけましょう。
ワン、ツー、サン、はい。ごめん。もう一回行きましょう。ワン、ツー、サン、はい。方、正直に高評価をしとってください。それではやっていきまっちょ。今何分？8分。あのさっきのカットも入れて、あのアンナとの話も入れて、うん。それでは最後はドレファミソファレミ、ゆっくりやりましょう。さっき早かったのでね、今回はドレファミソファレミ、一個一個確認しながらやってみましょう。じゃあまずそれを感じるために、まず左手だけ、こっからここまでの1オクターブだけやってみましょう。一緒にいきましょう。左手だけいきますよ。ワン、ツー、サン、はい。ドレファミソファレミ、気をつけてくださいね。ワン、ツー、サン、はい。ドレファミソファレ、ゴレミ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 、ごめん、マイクだ。レドミレシド、
お疲れ様っちょ。一緒に頑張ってくれた方、お疲れ様っちょ。よく頑張りましたね。まあ楽しかったかな。少しでもこの動画楽しんでもらったら幸いです。ハノンはねどうしても飽きがちなのでテンション高くいきました。先生喉が枯れそうです。ですけどみんな少しでも元気になってもらえたら嬉しいございまっちょ。ここまで見てくれてありがとうございまっちょ。それではバイバーイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。おいまっちょ、うそまっちょ、まっちょまっちょまっするごい。まっちょ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 。